リーポケモンやっていきたいと思います。やりましょう。1月中にやっぱクリアしたいっていう気持ちがある。いきますよ。はい。うわ、最悪だ。77です。驚かす。いいよ。やべやべ、やられた。オッケー、あ、やべ、ありがとう。サブ何レベル進化なの？サブ5人頑張るのかな？結果は13です。うわぁ、ダメだ、まずい。はい、答えは50です。決まれ。うわぁ、やばい。いいよー、残った。決めろ。その答えは70です。あ、絶対先行。ありがとう。オルバット口でかすぎんだよな。何食うためにその口が。いや、食うためじゃないんだ、多分噛むために。あ、そうな。飯食ってっからそうなの。俺がそうか。あ、お、サブ来るじゃん。すげえ。三段進化目一番強いやつになる。見た目を見たい。お前知らないのか。うん、見ててみ。トミー本当にあんま調べてないから。うん、うわ、かっこよっ。そっち。あ、こっちの方がいい。いや、絶対かっこいい。絶対強いじゃん。さっきよりはいいな。絶対強いじゃん。確かに確かに。なんか大人になったね、急に。うん、女なんだけどね、絶対。でもスイ君にちょっと似てるからね。うん、そう、俺好きです。で、結構手持ちがね、全員進化してる。お、初戦だ。それなこいつ。カカシ？カカシには慣れてないな。慣れてない。量があるし、ちゃんと。お、初戦に行こうぜ。乱数ジェネレーター。結果は96です。96です。ていうかさ、体力残り1だったのにさ、17になってね、進化したことに。ああ、そういうのあるのか。ってことはだから一分が広くなってるってことだね。そうね。そんぐらい強いぞ。負けたけど。すぐダメじゃん。危険。日の矢子も行こう。誰？で、それは知ってこう、みんなで。はい。その答えは7です。決めた。いいね。日の矢子もとこんな進化するんじゃないの？死ねか。いいね。そんなびっくりする？何回も負けてるでしょ。同じやつだし。早めに日程教えてるとしたら俺そこで。そうだね。ね、もう決まってる。え、決まってんの？早っ。でも俺ゲーム好きだからさ、うん、これを理由にゲームできるのすごい幸せなの。これな。こっちか。みんな30レベル台になってきましたね。ほら、これと。うわ、なんかすごいな。まだ1体目、まず1体目。弱いんだよな。こいつなんて弱いはずなんだけど。乱数ジェネレーター。答えは94です。きた、きた。いいね。これ一回やめてほしいな。あいつの進化系。はい。でもカンティアが結構検討してるからな、今。あ、いいね、ストレスない。素晴らしい。おー、登ってく。
くね。虫ポケモン接近中。来たな。虫ポケモン。来た。やってきました。どんな口の周りだろう。やばい。絶対勝てない。そんな絶対なの？ありえる？いや、このポケモン超強いって評判なの、今作で。いや、やばいじゃん。優秀って言われてんの。どうすんの？もう一回戦い直しめんどくさいな。うん、うん、うん。まあ、だから。結果は66です。クワガノン。地面タイプの攻撃食らわねえ。マジ？仲間呼んだ、しかも、うん、終わりじゃん。うわ、苦しい。その答えは37ってことは、うん、37？ うん、やられた。これね、すごいよやられ方。これ誰がいいの、こいつに対して。土タイプも効かないんだったら誰。日野矢駒っていう人。いや、あの人か、知り合い、鍵に行ってから。で、日野矢駒で行けんだったら行きたいところね。行きたいな。結果は92です。ちょっと厳しいな。92とか出さないと違ってくるな。うん、こうなるから。秒じゃん。でもなんか回復とかしそうじゃね。いや、前のやつは特殊だろ。一回ちょっと休憩しよう。休憩ねえ。結果は40です。素晴らしい。勝てそう、勝てそう、勝てる。外した、こいつ。本当に40。いやー、やられない。はい、結果は88です。めちゃ違うって。一瞬見なかった。カンピアが前線してるんだから、奇跡的に。うん、その答えは86です。ん？来た、再起光線。いいよ。よし、まずいな。あれだよ、一番いい技出てんだよ。弱すぎる。答えは27です。しかも全員に攻撃できんの、これ。そんなもんかい。あいつの方倒しちゃったな。結果は53です。いや、耐えろ。 OK。 はい、42です。いいじゃん。ね、困ってた。結局、どんどん生き返していった方がいいかな。あと1個じゃない。こうしよう、こうしよう。あ、いいぞ、いいぞ。よし。もう、運自体だ。こっからは。5、ひなやこま。結果は22。22。これほんと奇跡を起こすしかないぞ。あ、ニトロチャージ。ある。カツ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 。いけ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 。結果は44です。いややばい。あ、やばい、これやばい、マジやばい。次のヒッシーが、うん、こいつ倒して、うん、倒すんだ、おそらく、うん、素早さ勝ってるから、うん、で、この虫みたいなやつ、ちっこいやつな。で、2位、ヒッシが耐えたら勝ち。うん、行こう。結果は85です。いいんだよ、いいんだよ、ここはいいんだよ。その後だな、倒したな。うん、オッケー。で、横っちょの箱から出てくる、箱から出てくるなんか攻撃みたいな、何かしらの虫食いみたいなの受けたら、ヒッシレベル上がった。耐えろ、耐えろ、マジで。やばい。うーわ。
違うな。それはちょっと違うな。すごいスピードが違ったな。え、もう進化するんかいお前。人が話してるうちに。あ、でもこれでまた勝機に近づくんじゃない。まあまあ、イッシーがね、最後どんだけ頑張れるか。イッシー意外と攻撃力強いから。いや、もうこのままこいつ進化して、こんななんのお前。バナナついてんじゃん、口に。箱みたいなの全員負けんの、ほんまいいのかな。よしな、行こう。乱数ジェネレーター、答えは92です。 92? 違うんだ。お、見、出てきた、出てきた。こいつか。すげえ、なんか見た目めっちゃ変わってるじゃん。強いぞ。抜く方向違うけどな。来た。絶対めっちゃ効いたでしょ。うわ、全然効いたよ。あれも待ってないよ。もう一回行こう。16です。来たよ。いいやつ。なんだ、新しく覚えた、くちばしキャノン。それどうなの。いや、めっちゃ攻撃力的には強かったから。いや、運いい。だから、すごい運いい。おー、どうなんですか。すごいキャノンだな。あ、一ターンかかるんだ、こいつ。ま、負けたわ。嘘だろ、おい。あ、焼け直った。おー、今のうちだな、じゃあ。いや、じゃあもうずっとずっと。また運いい。なんであいつ死んだの、攻撃する前に。ん？だ、一ターン、充電してる間にピーンって。弱いからだ。弱いから。61です。これ、26から50出したら、やけど治っちゃうから、うん、絶対出さない。いや、そんな言われたって。いや、あ、大丈夫だ。一瞬でやられた、こいつ。耐えるんかい。結果は62です。おぉ、よかった。あ、余裕かもしんない。本当に？うん。こんなだって食らわせれなかったよ、さっき。まあね。うん。いいね。オッケー。結果は74です。うん。地味にこういうのがやばい。多分あれだけは出さないで。答えは14です。うえ。ギリ。で、多分こいつさよならするから。うん、これな。でも結構削ったよね、そう考えたら。え、スピードで負けた。麻痺すると遅くなっちゃうからさ。いや、結構削ったんじゃない今んとこ。いや、てか毎ターン時間稼ぐとどんどんダメージ受けてくから今。うん、54です。倒せ倒せ。まだか。耐えた。あ、その答えは41です。スピード負けるんじゃないかな。頼むよ。いや、小さいんだから。多分勝った、多分勝った。いけ。いや、多分スピード負けんじゃないかな。やられた。ただ、うん、やけどがめちゃくちゃ功を奏してる。毎ターン受けるから、多分あと3ターンぐらいで自然と死ぬから。結果は99です。いいんじゃない、素早さ勝つか。でもキッチン早いイメージだけどね、俺の中では。お、勝った。すげえ。いいね。で、カンティアがこいつ効果抜群だから、多分最後に。答えは66です。いいぞいいぞ。耐えろ。逆じゃん。逆じゃん。言ったことに。うん。はい。ええー。その答えは38です。いや。
これじゃない、まずい、まずい、こいつに負けるの一番意味わかんない。結果は97です。あ、倒した倒した。多分大地の力で一撃、すげえな、耐えんのかい。結果は70です。なんだっけな、70。いや、倒した。これで素晴らしい。いやー、でもなんかやっぱ苦戦すんね、最後ね。3回でも今回3回で済んでいい方だろ、うん、まあ確かにね、草タイムの時とかなんかあれはやばかった。頭かち割れやってたらボーンってやれて頭からもう火出るよ、ね、夏の頭だね、うん、草タイムなんか火出るぐらい飛んでったからな、ちょっとなんかぬめり込むぐらいの感じだな。オッケー、じゃあセーブしていいか聞こう。あ、そうね。乱数ジェネレーター61です。最悪だ。ダメだそうです。お、何ですか、これもらえ、いや、セーブできないのきついって。何その充電ミスったらっていう、一回やっちゃったやつ。なんとかね、進めていきたいと思います。はい、はい、ということでサブチャンネルでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。Thank you.